ブランドン・ハイド監督は完全に信頼を失い、藤浪を切り捨てる。藤浪の不可解な崩壊の長らくの謎が一般の前に暴露。ボルティモア・オリオールズに移籍し、2013年に日本プロ野球で注目を浴びた藤浪晋太郎投手について、専門メディア、カムデンチャットが2023年シーズンの選手総評を行いました。藤浪は、オークランド・アスレティックスからオリオールズに移籍した選手で、トレードでの加入が話題となりました。記事では、藤浪のシーズンを振り返り、彼の投球について述べられています。藤浪はアスレティックスでの先発登板時にコントロールに苦しみ、高い防御率を記録しました。その後、ブルペンでの登板に切り替え、成績を改善。オリオールズでは最初の登板で失点を許しましたが、その後は連続して無失点の投球を続けました。総じて 29.2 イニングを投げ、防御率 4.85、32奪三振、四死球15を記録し、30試合に登板し、2勝2セーブを挙げました。記事は、藤浪の特徴についてジキルとハイドと表現し、その投球がストライクゾーンを攻める際には素晴らしいものとなり、一方でコントロールを欠くと崩れることを指摘しています。彼がリリーバーとしても起用されましたが、その投球内容については常に懸念がつきまとったとしています。ボルティモア・オリオールズはア・リーグ東地区で意地に躍り出てプレーオフに進出しましたが、地区シリーズではテキサス・レンジャーズに3連敗し、プレーオフでの夢は絶たれました。守護神のフェリックス・バティスタと先発ピッチャーのジョン・ミーンズが負傷していた中、日本からの移籍組である藤浪晋太郎はプレーオフの登録メンバーから外れました。藤浪に関しては、その不在について守護神のバティスタが右肘靭帯を痛めて負傷者リスト入りしたが、藤浪はブランドン・ハイド監督の信頼を得ることはなかった。もしかしたら藤浪はブライアン・ベイカーやジェイコブ・ウェブよりもいい結果を出せたのかもしれないが、しかし日本人リリーバーは本来の調子ではなかったと振り返っています。現在シーズンが終了し、藤浪は FA フリーエージェントの立場にあります。カムデンチャットは藤浪の今後の契約について、素晴らしい才能を持っているものの、信頼できる候補者としては浮上しなかった。オリオールズはもはやロースター枠に余裕のない再建中のチームであり、バティスタが手術で全休するためリリーバーが必要ですが、実績のある投手に資金を投じるべきだと主張しています。藤浪については、再建中のチームからオファーを受ける可能性が高いとの見解を示しています。藤浪は MLB1 年目で2つのチームを渡り歩き、オリオールズではチームがプレーオフに進出したものの、登録メンバーには加わりませんでした。激動のシーズンを終えた藤浪にとって、今オフにどのような動きが待っているのでしょうか。日本での経験からすると、一軍での試合出場は難しかったかもしれませんが、メジャーリーグでは契約上の枠があるため試合に出場できたのかもしれませんね。来シーズンについては魅力的なピッチャーではありますが、不安要素も存在します。再建中のチームでプレーし、開幕から全力モードで挑んで優勝チームに引っ張ってもらえれば素晴らしいでしょう。ギリギリのポジションにいる成績を収めながら大事な時期に怪我をしてしまうと、信頼を得るのは難しいでしょうね。藤浪晋太郎、誰が濃紺やねん。ボルティモア・オリオールズの藤浪晋太郎投手が日本人投手最速となる 165.1km/h のスピードボールを披露し、多くの人々からその評価を一変させました。今季藤浪は MLB への移籍後、シーズン序盤に制球力に苦しむ場面もありました。日本とアメリカのメディアからは厳しい評価が寄せられたものの、その後藤浪は立ち直り、リリーフ投手として活躍。防御率は 7.18 と高かったものの、64試合に登板し7勝8敗5ホールド2セーブという成績を収めました。スポーツジャーナリストの AKI 猪瀬氏は、藤浪について、藤浪投手ここまでよく頑張りましたと評価しつつ、この後 FA になるので今後大きな契約を取りに行く大切な仕事が藤浪投手と代理人のスコット・ボラスには残されているので、大きな契約を取れましたというニュースが入ってきた時に、このよくできましたという評価が大変よくできましたに変わると思いますと指摘しました。藤浪の代理人であるスコット・ボラス氏は、
大型契約を取りまとめることで知られており、今オフ藤波の契約がどのように進展するかが注目されています。ネット上ではすでに多くの野球ファンが藤波の活躍に反応し、なんやかんやで大成功やんけ W、 アスレチックスで先発やっとった時にボロカス言ってた連中も完全に手のひら狂うやったな、あわやワールドシリーズで草 W、 日本人最速 165.1 キロ、初セーブ、最多登板、アリーグの最多登板って78やからな、藤波64って何気にすげえよ、これは大型契約あるで、ボラスやし4年28億とかぐらいは普通にありそうで怖いわ W、 といったコメントが寄せられています。藤波投手お疲れ様です。素晴らしい復活を見せてくれましたね。長年の不調やメジャーリーグでの苦労を経てここまで改善する姿勢は本当に素晴らしいものです。復調の兆しを見せたのは6月からで、これからが課題と言えるでしょう。彼の素晴らしい投球を楽しむことができ、今後の彼の頑張りに期待しています。忍耐強く努力し続けてきた選手ですね。彼を心から応援しています。また右手の怪我も早く治ることを願っています。お大事にしてください。確かに藤波選手は完璧に抑えることは難しく、ランナーを出しながら抑えることが多いです。そして四球が絡むと失点率も上昇します。特に1点争う重要な場面やシーズン終盤では使いづらさが増すことでしょう。しかしそれでもペナント要員として彼を望む球団は多いでしょう。藤波選手の良さと難しさが存分に示された1年だったと思います。オリオールズに移籍してからも計算しにくい投手としての一面があります。素晴らしい才能を持つ選手が楽しさを感じながら野球ができていることは素晴らしいことです。彼の成績については一部の試合では予想以上に良いパフォーマンスを見せた時もありましたが、年間を通してみるとおおむね予想通りと言えるでしょう。オリオールズに移籍後も防御率は4点台後半で、その点についてはあまり変わりがありません。彼の投球は計算しにくく評価されるのは難しいでしょう。大型契約の可能性は不透明ですが、100マイルを超える投球を継続的にできる才能は需要があると思います。どこかで契約を結ぶチームが現れることを期待しています。オリオールズ移籍後は波があったと言えるでしょうが、彼の投球を評価するチームが出てくることを願っています。藤波投手が登板するだけで本当にワクワクしますね。彼には良い時も悪い時もありますが、これからも彼の頑張りを応援したいですね。藤波選手の登板が日本国内でも話題になることはあるものの、メジャーリーグにおいてはあまり注目されていないようですね。プレーオフでのブルペンからの外れやオリオールズとの契約延長についても不透明な状況が続いていますし、他のメジャーリーグチームからの関心も乏しいようです。日本での獲得についても具体的な話は出ていないようです。一部でアンチを黙らせたと言われていますが、ヤフーコメンタリーを見てみるとアンチの声はまだ消えていないようですね。日本人選手でありながら応援しないアンチの多さには不思議さを感じますが、確かに藤波選手に対するアンチの数は日本人メジャーリーガー史上でも際立っているようです。藤波選手はアスレチックスのような優勝経験のないチームで活躍する投手として似合うと思います。彼の実力はまだ安定していない印象がありますが、これからの成長が期待されます。オリオールズで一部良い投球を見せたことで彼についての評価が変わることはありません。ポストシーズンでの出番がなかったことも評価には影響しないでしょう。メディアが適当な報道をすることは避けてほしいというのも理解できます。